普通に。いや急すぎるよ。びっくりした。福山さんが放送まで何秒？5秒前ですって言われたんで。急すぎるよ。普通30秒10秒5 4 3とかでしょ大体。ど素人すぎるよこれ放送してる放送してる集団がさ。あれ聞かなかったらどうなってたんだろうって。本当だもんね。なんだよ君たち。びっくりした。じゃあ最初にご挨拶すると私が。福山雅治こと、地底人ラジオ過去仮の、桜ヶ丘学長で R そして私が、契約アナウンサーのフリーアナウンサー総口昭久で R はい今日お邪魔します。私が、契約構成作家の今波裕介で R あと渋谷のラジオの理事長が、はい、今日いらっしゃってますか。はい、いらっしゃいますね。私が渋谷のラジオ理事長柳井道子で R あ, ありがとうございます、はい、さすがでございます。理事長で今日は、はい、アベマラジオも始まったんですよ。生ですよ。ますますなんかこうステージが上に上がってこうさらに多くの方に聞いてもらえるようになって。そうですよ、一歩一歩ですよ、柳井さん本当ありがとうございます。本当に理事長アベマさんもありがとうございます。まあ、何より福山さん本当ありがとうございます。いやいや一歩一歩ですよ。我々その渋谷のコミュニティ FM から始まって、はい、まあ1年と、うん、1年2年もうすぐ丸2年ですね。2年ですよね。で2年経ってやっとこのアベマさんで、メディアミックスができて最終的にラジオの最もこう上がり最もそのラジオの頂点ってどこになるんですか。例えばそのドラマだったら朝ドラとか大河、ドラマとか、まあ、月9なんかもありますね。まあ、月9最近視聴率悪いからね。俺も視聴率悪かった悪かったけど俺もすげえ悪かったけど、あとほら TBS さんでいうと日区とかさ。だから今ね陸王を見終わって渋ラジに来てる人いるわけですよ。だから陸王からの渋ラジ、うんうん、そういう人いるかな。陸王からバトン渡されてバトン持ったままここに走ってきたみたいな。役所さんからの俺っていう人がいたらもう今すぐツイッターといやツイッターいたもんほら見て。嘘。陸王からの地底人ラジオ、あんたいい人やな。渋ラジ待機って書いてある。そんな人日本人にいるんだ。もうまさにこれが王道のエンターテインメントの楽しみ方ですよ。もう陸王からここに来るって柳井さん、はい、これすごくないですか。いやすごいすごいですよ。だって陸王って今日本で一番見られてますよ、うん、ドラマとして、まあまあね、はい、力も入ってる TBS そこから日本で一番聞かれてないラジオに来てるんですよ。聞かれてないんですよ。いや聞かれてます。聞かれてない中では最も聞かれてる番組が聞かれてないじゃない、聞かれてます。俺ね陸王からこの地底人ラジオに来る人ってその人の人間力って俺すごいと思う。確かにすごい触れ幅ですよね。すごいで、うん、やっぱり触れ幅こそがその人のアーティスティックさだから、ね、やっぱり、うん、超メジャーなところから超ドマイナーなところに、サイズダウンして、あと今今日続々と M1 グランプリからこっちに来る。 M1 から。嘘だろ。お笑いのまさに頂点を決める戦いから、かお笑いの気になるけどこっち来た、お笑いの頂点からラジオの底辺に来るわけよ。サイズダウン、ドーン、サイズダウン。だってまだ終わってないでしょ M1 って。気になるけどこっちに来ましたと。あ、終わってないんだ。あと11時とかまであるんですから。気になること大して言わないよ。まあせいぜい俺のカツラ疑惑ぐらいだよね。いや アベマに来たから今日も全部話して、せいぜい俺のカツラ疑惑か、まあ、トレンド入りする、そんなこと言うとトレンド入りするよ、ね、まあ、地底人ラジオの、はい、まあ、なんで地底人になったのかみたいな感じだけど、まあね、そうですよ今日からね。あともう一個さ、ほら、はい、今日言ったけどまだ始めてないことがあるし、インスタライブ、あ、これもね本当にやってくれるのかしらとかってみんな、うんうんうん、どうする、やる、そういう感じ。あ、やることまだ決まってなかったんですね。どうする、準備は、そうそうそう、やりながら決めようかなと思ってた。あ、なるほどね。だってほら、はい、柳井さんってさ、はい、やっぱりすごく有名な方だから、はい、だから許諾なしに何もできないじゃないですか。いや やってください、やってください。事前に聞いといてくださいよ。じゃあやるかもしれないですよみたいな。いや俺柳井さんにはそのインスタライブのことを多分お伝えしてない。むしろやらないことを許可しません。なんで、さすが理事長。そういうことは理事長的にはやった方がいいってことですか。ぜひぜひ。よりプラットフォームが増えてこうね、うん、あ、じゃあちょっとほら、
DSP やってよ。彼ね、DSP って言うんですよ。え、彼ジョルジサンピエールじゃなくて、それ JSP じゃなくて、うん、それはあの UFC で有名な、あのレジェンドファイターだけども、最近ね現場に復帰した、はいはい、彼レジェンドファイターだけど、はいはい、彼は DSP 言ったじゃん、デジタル戦略プランナーですよ。そうなんですよ、アミューズの、やっぱほら柳井さんもいろんな企業と付き合ってらっしゃるから、それ今分かると思いますけど、うん、ここ数年すごくその会社、各企業がそのデジタル方面に対してのセクションがすごくできてるでしょ。そうですね、うん、でしょ、で、うん、アミューズもその例に漏れず、うん、そうなんですよ。いやだからメールが送られてきたんですよ、この DSP ですから、うん、でも DSP だと思ってなくて、普段通りにこうスケジュール来たから見たら、うん、一番最後のところにこの方の名前のところにアミューズデジタル戦略プランナーって書いてあって、あ、この人だったんだと思ってでしょ。しかもこれ何がすごいかって、デジタル戦略プランナーってアミューズにたった一人しかいないんですよすごい大きい部署イメージしますよねすごく大きい部署のイメージあるけど、はいはい、たった一人だけのセクションなんですよなんか全局のテレビとかいろいろバー並んでる部屋にこう、ね、みんながこう集まってるようなこうね。でもそんな感じですよね、今の各、そうですね、各企業の、うんうん、ね、でもすごい優秀だと思います、この DSP。 褒められた見た目間抜けですけど大丈夫ですか、この DSP。 いや、あのね、今はちょっとその、じゃあその DSP がどんな、あの柳井さんから優秀って言われてるけど、どんな、雰囲気かっていうのも知ってもらうために、じゃあインスタライブ始めますか。あ、もう、じゃあいいよ、始めて、はい、始めていいよ。スマホで始まる。そんな押しただけで始まるの。さすが DSP ですよ。DSP のもう神の右手のこうヒットスチンピシッ。さすがデジタルをね。さすがデジタルを。インスタって何、押しただけで始まるの？始まるんです。なんか言ってよ。今始まりました。始まった。なんで聞かないと教えてくんないの、また。5秒前と言い。なんで聞かないと教えてくんない。今始まりましたって感じで始まるの？始めますって言ってやればいいのに、なんで。もう今1000人ぐらい見てます。おー、いいね、すごい。じゃあ改めて自己紹介しますけど、私が、渋谷のラジオの、学長、福山雅治。綺麗に映ってる、すごい、桜ヶ丘学長で、あー、そして私は契約フリーアナウンサーの総口昭久で、あー、契約参加の今並で、あー、そしてその後ろに、渋谷のラジオ理事長柳井道彦で、あー、理事長も今日来て、ちょっとほら DSP するとかしてよ。そして成果のように今マスクが映ればものすごく増えるのよ。はい、あ、じゃあ自己紹介 してください。ね、アミューズのデジタル戦略プランナーこと DSP MC ピロです。で R でしょ。R MC ピロで R。戦略プランナー。そして改めて紹介すると。福のラジオでも、お手伝いしてくれてる、塾長ディレクターの S さんが今日手伝ってくれてるんですよちょっと自己紹介して。S で R。 あ、はい、あ、 S の時すっごい増えてる。やっぱりマスカレード。 S は、はいはいはい、今 S 何歳だっけ、塾長ディレクター、人妻なんですけども。38ですか。で S さんはその38歳で人妻で、はいはい、結構巨乳なんですよえ、これ何カップかっていうのはもう公表してるもんなんですか。いや、カップとかそういう、だってそれはワールドカップですよ。ああ、なるほどね、世界に通用するね、ワールドカップなんだけど、ね、結構 S さんはね、自分のその熟れた肉体を持て余してるんですよ、はい、だから今日はその S さんみたいに売れた肉体を持て余してる方からのメールをいただいて、はいはい、あ、そうなんですか。え、売れた体を持て余している熟女人妻から、地底人ラジオらしい、はいはいはい、売れた肉体を持て余してる人妻の方ともお話ししたいなと思ってます。それと今日やること結構あるんだよね、秋下さんね。はいはい、あるんですよ、はい。まあ、もちろんそのね、アベマラジオ開局おめでとうございますから始まり、うんうんうん、あと、あのね、せっかく柳井さんもいらっしゃってるということで、改めてこの渋谷のラジオとかについてもちょっとお話なんかもしたりとかしつつ、うんうん、あとは逆転企画をやろうかと、ね、それがね、一番僕やりたいんですよ。前からやりたいって言ってましたもんね。そう、なかなかやっぱりこう生放送じゃないとできないことなんで、これは。そう、はいはい、私もって映しましょうか。うん、まあまあ大丈夫。福山さんが映ってないですよね、今ね、ずっと俺目線が続いてるんですよ、はいはい、いや、ここはやっぱり柳井さんでしょ。だって柳井さんせっかく来てくれたんだから。いやいや、ですけど。いや、僕はいや、はい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 、
はい、柳井さんとマスクが一緒に同居してるというのはいいから、ちょっとマスクちょっとそう、あの DSP 柳井さんの近くに持ち帰って。さすが、さすが絵力、絵力ですね、これ絵力。うわあ、増えた増えた増えた、さっきまで3700ぐらいだったのが、はい、今一気に3900。はい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 、はい、でここでじゃあ持て余したあの熟女熟女も人妻も、これで4000いくんじゃないですか。もうちょい入って、人妻もうちょい入って。柳井さんがなんかちょっと変わった店に行ったこれ完全に変わった店に行った。はい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 、あ増えてる増えてる増えてる、はいはいはい、あ4000まであとちょっとだよ。はい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 、秋さん言って言って言って、放送進行してもらってもいいですか今ね。はい、あと今ねやっぱね、あのこの絵力の強さにみんな結構あの笑いみたいなあのマークが今すごい来てますね今ね。あマシャを映してマシャを、はい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 、はい、これインカメラ、インカメラにすればいいの。はいはい、たまにはね、たまには、はい、インカメラ、はいはい、お顔見たいなって、ね、じゃあ俺インカメラでしばらくやってるわ。じゃあそうですね、はい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 、で逆転どうしますこれ、やろうよ、どうやって、はい、まず今日は何やりたいかというと、その逆転で、はいはい、渋谷のラジオで地底人ラジオというのをずっとやってきたんだけれども、はい、今日は安倍間さんで今日からその、はいはい、放送を一緒にやっていただけるということなんで、はいはい、その記念として、地底人ラジオのタイトルコールを逆転で出てくれた方と一緒にやりたいと。でしかもこれ抜き打ちで逆転するんで、本当にあの、まあ、仕込みとか全くないわけですから、ね、全くしてません、はい、通常ねあの電話ラジオの逆転というのは、まあ、仕込むんですけども、うん、仕込むって言うと言葉悪いな、セッティングするんだけれども、ちゃんと繋がる方かどうかっていうのね、うん、分かったりすると、ね、全くこう用意してないので、はいはい、ちょっと早速電話してみましょうよ。あじゃあ一人目来てる、うん、この方いただいてね。これどっから電話するんですかこれ。いやいやいや、誰かの電話からですよ。ここからかけて、あ、それから、じゃあ、そのスマホ、それ用のスマホがあるわけですよ。じゃあ DSP かけて、それ用のスマホがあるから。あ、増えた増えた。あ、お、4300ぐらい。珍しいな、今日俺が映ったら増えてる。普通はそうなんで、4270。はい、マシャマシャマシャ。いやだってこの間さ、だってさ、この間、はいはい、あなたたちさ、DSP で増えてたじゃないの。はいはい、そうそうそう。そうでしたね。そうでしたね。山さんとかね、我々が映ると、あ、もう出ました出ました。ニット帽かわゆす。あゆさんが、あ、これね、あの新しいあの年末のグッズだからこれ。あ、そうなんだ。あ、つまった。あ、もしもし、マシャマシャ。男とお名前と、男とお名前、あの下の名前だけでいいんで、男とお名前教えてください。福岡県の、ともやです。お、福岡のともや。男子？そうです、はい。かわいい声してるね。ちょっと、ハイトーンな。ね。未だに、よく間違えられるんですよ。うん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 。あの、自分21歳なんですけど。そうだね。うんうん、あの、この前あの就職の試験であの企業先に電話したときに、うん、あの女性の方ですかっていうのが2件もあって、いやだって俺も今そう思ったもん。ます、はい、あ本当ですか。だってさ、福岡のさ北九州って言ったら大体銃弾が飛び交ってるところですよ。あのまずあの大体捜索されるとバズーカが押収されるっていうねとこですから、これロケットランチャーが押収された街だよね。そうそうそう、されたからされたもん。いやでも智也、すげえどうしよう。いやいいんだよいいんだよ智也、いいんだよ、じっとしてていいんだよ、優しく抱きしめる、すいません、優しく抱きしめるからいいんだよ、お前は何もしなくていいんだよ。いや俺でも智也この声の21歳だったら全然抱けるでしょ今波さん。ね、可愛いですよ。え、智也、大丈夫、いい、だって智也童貞。あ、はい、どれです。いや、じゃあ俺に抱かせてよ。最初はね、初めては学長に行かないと、まずはね、うん、初めて俺でもいい、学長、はい、いい、初めては俺でもいい、ね、あ、もう最高です、はい、やった。じゃあちょっとツアー来年なんで福岡行くんで、はい、その時ちょっと抱くということでね、抱くんで。抱くんでってすごい。お願いします、お願いします。いいなぁ、よかった。じゃあさ、トメヤ、なんだっけ、トメヤのご相談としては、学長みたいなセクシーで低い声が出せるようになりたいですっていうのがご相談なんだ。そうです、はい、まあ、この声なんで、うん、逆にこう低くて渋い声に、ね、周りなんかこう、はいはい、やっぱりこう学長みたいになんかこうセクシーな声で歌歌ったりとかしたいですね。うん、電話の声が聞こえないって人多いんですけど、何なんだろう。相手の電話、あ、トモヤの電話の声が聞こえない。聞こえないんだって。あ、これ何？まさかなんか外れた？これさっき繋いでたじゃん。シールド。
や、こっちですもんね。こっちの電話だな。聞こえてる、別の。トモヤのちょっと小さめなのかな。電話の声が聞こえないっていう風なリスナーの声になってる。どうしたらいいですか。あ、大丈夫。トモヤは大丈夫よ。大丈夫。トモヤはそのままで、そのままに、ただただじっとしてれば俺が抱きしめに行くから大丈夫。思いますね。カザフさんとかは可愛い声してる。シブラジアプリでは問題なく聞こえてる、ね。シブラジアプリでは聞こえてるけど、アベマではどう？どうかな。ね、聞こえてる人とインスタライブで声が可愛い。そしたらさ、ちょっと一回すごいスピーカーフォンみたいにさ、あのできる。そうですね、インスタライブだと、うん、あ、インスタライブだったら今声が聞こえない。なるほど、インスタライブはこれからやってるからね。これはそうですね。そうかそうかそうか、はい、なるほど、わかりました、はいはい、ちょっとあの DSP、 あ、いや、ともや、ともやそのままでいいよ、はい、今こっちで、はい、こっちで対応するから。電話の声ってアウトできます、この辺。いや、そうですね、電話の声はアウトする。いや、でこれスピーカーフォンでいいじゃん、これとこれ。あ、じゃあ、じゃあこれ DSP、 これでスピーカーフォンにしてよ。あ、そうか。はい、ちょっとお待ちくださいね、皆さん。今スピーカーオンなった、はい、じゃあ今波のほら、その電話に近づけてスピーカー、ともや喋ってみて。声はどうかな。ハウリングしちゃう。どうですかね、ともやさん。もしかもこれ喋ったので遅れてこっち入ってくる、すごい変な感じになってたから振っていただいて、ね、で、この声を、あ、ちょっとね、こうするとどうする、どうする、どうやればいい。こう、ラインを抜く。はい、トメさんどうぞ。こんにちは、こんばんは。あ、トメの声聞こえた、ね、しょうがない。まあほら、初めてやってることだし、うまくいかないこともあるから、とりあえずじゃあさ、トメさ、このスピーカーフォンで今タイトルコール一緒にやってみようかな。あ、すいません、トメは俺の声聞こえてるもんね。あ、聞こえます、はい、うん、じゃあ行くよ。はいはい、はい、じゃあ、塾上ディレクター佐藤さん、あの音楽どうぞ。福山雅治と智也。あ、智也。智也の、智也のっつって。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。飽きました、お前。ちょっと違う。俺と智也でやるんだ。あ、そうか、そうなんだ。間違った、間違った。私も言ってから智也って言うのか。失礼しました。ごめんなさい。じゃあ、で、智也さ、俺が福山雅治とっつったら、智也のっつって、智也の。で、せーの、地底人ラジオっていう風にやるから、はい、いいっすか、はい、すいません。いや、いいの、いいの。え、これで今出てる？もっと、ここの電話ですね。僕が持ってる、これ違う。普通さ、もっと下じゃない、スピーカーって。違う、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 違う。そこ、はい、スピーカーさん。耳の音ですね。はい。よし。じゃあ、ともや、もう一回いくよ。あ、はい、お願いします。すいません。はい、じゃあ、佐藤さん、どうぞ。地底人ラジオ。はいはい、うまくいった、うまくいった、やった、ありがとう。ちょっと待って、まだまだ切らないよ、ね、じゃあ、ともや、はい、セクシーな声を出すのは、はい、そのいわゆるその低い声っていうのを出したいというふうにともやは思ってるんだと思うんだけれども、でも今のトモヤの声でも俺的には十分セクシーだよ。いや、本当ですか。うん、だってそのなんだろう、俺的にはそのフレディ・マーキュリーの歌声みたいな、はい、ハイトーンボイスの。あ、そうなんですか。いや、なんかもう僕自身は福山さんみたいな、うん、団長みたいな、なんかこう、なんかこうセクシーで、なんかこう色っぽい声を出したいんですよね。うん、まあね、まあでもいいんじゃないかな、今のままでも。本当ですか。うん、俺はいいと思うよ。それはほら、あの、なんつうの、はい、友也自体のその個性だからさ、はい。あ、そうなんですかね。うん、智也の個性を伸ばしていった方がいいと思うけどな。本当ですか。うん、声優さんになったりとかする可能性もあるかもしれないよ。いや、もうそう言っていただけるだけでも自分はもう満足です、本当に。だって智也をあの春になったら抱けると思うだけでもう興奮してるから、ね、早くツアー始まんないかな。早くツアー始まりたいな。いや、もうなんか
人生でこんなに童貞でよかったなって思うのは初めてです。もうよかった。こんな声の高い友也北九州市在住の子を春に抱けるかと思うだけで、もう俺はもうなんかすごく今からもう興奮してるよ。いや本当抱いてほしいです、抱いてほしいです。いやでもね本当にそのままでいいと思うよ。あん、ね、本当に、うん、本当にそれはそれと個性なので、あの友也、うん、折しもその友恵学園という新曲でね、あ、はい、あ、うん、違い、はい、うん、違いをねこう認める、違いこそが、自由につながって、違いを認めることこそが自由であり、はい、そのことこそがその互いを認め合って平和につながっていくんじゃないかみたいなことも歌ってる中で、はい、なんか今日は一発目で友恵のこの声が聞けて俺はなんかすごく嬉しかったけどね。ああ、いやもう本当ありがとうございます、うん、最高です。本当いやよかった、めちゃくちゃ嬉しいです。うん、じゃああの友恵学園でも聞こっか。あー、はい、聞きたいですね。うん、はい、じゃああのこの地底人ラジオ、それとアベマラジオで始まったこのラジオ、あの最後まで聞いてくださいね。あ、はい、うん、じゃああの、うん、ライブで会いましょう。うん、じゃあね、ありがとうね。はい、ありがとうございます。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。世界初の空気入りタイヤはジョン・ボイド・ダンロップの我が子を思う発明だった。2017年世界初の特殊吸音スポンジを発明したダンロップから、その技術を搭載した高い快適性能のルマン5誕生。実感できる快適性能をあなたに。進化の出発点に愛情がある。ダンロップ。して改めまして、ステージンラジオ、うん、そして、アベマ、ラジオさんとの、ね、メディアミックス、そしてなんとインスタライブとのメディアミックスです。3つのメディアでメディアミックスしている今日の地底人ラジオでございますけれども、はい、今アベマラジオさんがどれぐらいの視聴者数になってるんですか？34,700。 34,000？ だっていつもだってしぶらじっていうかさ、あの地底人ラジオでやってる時どれぐらいだっけ？あのちょっと数え方は違うかもしれないですけど、同時にアクセスしてくださってる時で、まあ、1万6000。ちょっと理事長、はい、理事長、いや数え方が絶対違うんだと思う。数え方ってな、数え方って何ですか？なるほど、数え方、本当に数え方、数え方がある。急に DSP が出てきましたね。数え方って何？どういう、すごい、かなりね、かなり本腰入れて聞いてる人の数が、あの聞く姿勢ってことですかね。本腰入れてるか入れてないか、ながらは入れないみたいに言った人はもう数えられちゃうので、本腰入れてる数が本腰入れてる DSP もね、これデジタルテンプランだから本腰ってことおかしい。ていうかどっちを立ててんの今？どっちもですね。どっちも、どっちにも。でもそれだけでもやっぱアベマすごいんですよ。すごいですね。そうですよ、開局したばっかりで、ね、72時間テレビなんかもなんかすごいアクセス数だったっていう話じゃない、ね、あれとそのアベマTV のアプリから聞けてるわけですけども、これはアプリですよ ね、 ね、うん、あれからアベマ TV のアプリ中にで音声ラジオチャンネルがある。うーん、まああれがほら72時間テレビがなんだっけ、はいはいはい、1000、まあ、まあでもあれもだから数え方っていうね、うん、っていう話もあるじゃないですか。数え方1000万で、まあそうだとしても1000万、はいはい、数え方っつったって3万と1000万です。本腰、本腰、数え方が本腰を入れてる。もういや1000万すごい。でもこちらはもう本腰入れた3万人が聞いてるわけですから、はい、本気の、わざわざ安倍だ、映像ついてるチャンネルが面白いのいくらでもあんのに、もうわざわざ命がけで聞いてんだ。わざわざ映像がない音声だけのチャンネルを聞いてくれてる。アベマだと陸王から来て、そうそうそう、わざわざもう M1 から来て、 M1 から来て、すごいな。じゃあちょっとなんかメールとかツイッターとかないの？メール行こうよ。質問行きますか？あ、今日はあの今更ね、福山さんに聞けないその基本的な質問、ね、どっちも行きますよ。どっち行きましょう？はい、どうぞ。質問行きますか？行きますか、うん、
じゃあこれいきます。すごく基本的な質問から、はい、東京西東京市のちっちこっこさんからいただきました、うん、これやってみたかった、やっとよかったなと思うアルバイトってありますかって。ズバリ言ってもいい？ あるんですか？ホストあーもう前も言ってその野王になりたかったっていうね。そうね、うん、はいはい、いやなんかねその、はいはいはい、やっぱりその、はいはい、人が喜ぶのが好きだから。あで、まあ、もちろんその男女問わず老若男女問わず喜んでくれてるの好きなんだけども、はいはい、まあやっぱり男だから女性が喜ぶの好きかなと思って。しかも女性が、まあ、こんな形で自分にちゃんとお金をつもうなんかもうね、すべてをこう捧げてくれるみたいなそういう感じですか指名されるみたいな。そうね、まあまあ喜んでいただける、でまあバイトだよ、そのあバイト、ね、本気でちょっと仕事されたら僕なんか中途半端な人間はそこまでできないとは思うんだけども、うん、まあバイトではやってみたかったですね。うん、柳井さんはバイトですか？やってみたかったバイト、今から考えるとやってよかったな。柳井さん、いつから博報堂だったんですか？僕はあの福山さんのデビューと同時です。90年4月1日からです。あ、じゃあもうほぼ福山さんは3月、はい、3月21日ですけども、ね、だから9日10日遅れです、僕福山さんの。じゃあもうほぼ業界同級生だったんですね。なるほど。バイトって何か やってらっしゃるんですか、その大学生の。バイト僕はいやもう中学高校ずっと新聞配達。あ、へえ、僕もやってました、小学生の頃新聞配達。はい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 、うん、やってみたかった心残りというか働いてみたかった職業って何かあるんですか？野球選手とか。野球やってたんですか？いや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 、しかもバイトじゃないですよね、すいません。いやいや、確かにね、夢それは柳井さんってジャージのイメージが強いから確かに、まあ、ジャージイコール野球みたいな。いやいやいや、もう運動全然できないんで、はいはいはい、そうなんですか？そうなんです。泳げないんで、ね、あ小学生で新聞配達するのっていうふうにインスタライブで。今はでもまああんましないですけどね。今僕らの時代は僕の名前を知ってるかい、新聞太郎っていうんだよ、はい、あのね、はい、いい？今このインスタライブでインスタを見てるこの最先端の、はい、テクノロジーを使ってる君にはわからないかもしれないけど、はいはいはい、それはそれは貧しい貧しい家じゃった長崎のね、はい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 、お金そんなないから。そりゃそうですよ、家にないから。ないって言われてたのよ。わかんないよ、本当はあったかもしれないけどうちはないって言われたでしょ、だからだってほとんどの日本の家はうちにはないからって言われてたはずでしょ。そんなしたことなかったもん、外食とかも。ないないない、うちには お金あるからって言われてた家なんかないでしょ。いや確かに金持ちのやつはいましたけど、学校で。あ、そういた、いたいた、なんかあの地元の議員の息子みたいな。マジですか？家大きいなこの人の家とかって。そういう人とは会話すらできなかったでしょ接点がなかったんだ。まあ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 、いやもうだからもううちはもう新聞配達するしかなかったですよ。はい、それ自分のお小遣いとして。いやー、幕府に取られてたんじゃないかな、あの幕府、母親幕府に。はい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 、お上に取られてた。まさにお上でした、はいはいはい、母親幕府が全部持って行ってたんじゃないかな、はいはいはい、多分。でまあ悪いようにはしないからみたいな。いや、あんたのご飯代はこっから出てるからみたいなこと言って取られてたんじゃないかな今小学生で家計を支えてる人ってやっぱそんないないでしょう。よっぽどのことがないと、まあね、うん、あとは次は何かある質問ですね、はい、まあ、長崎の話といえばちょうどこんなのがありました。ラジオネーム長崎のなっぽうさんね。でも三重県の方、長崎、あ、でもこの方もともと長崎の方で、長崎の訛りが取れません、はい、とね、あの昔長崎くんと呼ばれていた学長、どうやって長崎訛りを取ったんでしょうかって、うん、っていうかさ、この今さ、ツイッター上に上がってるさ、俺のさ、この寄りの写真、これやめろよ、こんなさ半面みたいになって本当だ学長見てますから、今ちゃんとこういうことやめろよ
はいはい、ね、はいはい、こういうことやるともう残るんだから、あのウェブっていいやつあげろよちょっと本当にもう腹立つな。え、何でしたっけ。え、あの長崎なまりが抜けないとこナッポーちゃんね、うん、あの昔はその長崎くんと呼ばれていたぐらいなまっていた学長、うんうん、いつ長崎なまりをどうやって取ったんでしょうかって、ね、いや覚えてないな。まあ確かになまってたと思いますよって言ってましたもんね、ご自身もね、うん、まさにそのバイトやってる時にだって長崎くんと呼ばれてたぐらいだから、はいはいはい、あのなまってたと思うけども、うんうん、もういつの間にかまあ抜けてたけど、そのあの鉛が抜けない人っていうのは大体そのまあの言葉あれだけど、まあ、音痴と言われる人は割と鉛は抜けないんですよね。あのいわゆるこの耳でこう、うん、いわゆる鉛だったりそういうものを聞き分ける、うん、なんかそういう能力みたいな。でもそこどうなんすかね、柳井さんどうなんすか、あの時々イントネーションが時々出ますね。あ、そうですか。あの嘘ついてる時とか出ちゃいますね。でもね、あの上京したばっかりの時は、うん、なまるとめちゃめちゃモテるんですよ。逆じゃないですか。すっごいモテました俺。え、なまってると、あの純粋な人だって勘違いされて。東北で俺それが嫌で直しました。あ、そういうモテ方嫌だと。そうそうそう、はいはいはい、でなんか本性見たりみたいな場面があるわけですよ。純粋じゃないから、もともと勝手に好きになられて勝手に嫌いになられるみたいなのがもうなんか疲れちゃったみたいなのありましたね。19歳の頃ですけどね。直したってどうやってこう直る。いや、僕もあんまり歌うまくないんで直るの時間かかりましたけどね。なるほどね。でもあの地元帰ると東京弁になっちゃったって言われるし、東京で喋ってると訛ってるって言われるし、なんかどっちね、どっちつかずですよ、ね、うん、なってしまう。どっちつかずってね、うん、まあ、ちゃんと目がバッチリした写真、うん、あ、バッチリした写真、あ、そうそう、それあげなさいよ。中途半端に目がつぶってる写真あげるのやめろよ。これ誰これ。いやいや、名前あげない。まあ、まあ、スクショね、ね、これもう落とせ、ね、落とせすぐ、ね、俺、本当にもう腹立つわ。はい、はい、もうやめるぞインスタライブ。危ない危ない危ない、ね。あ、次は、あ、次ね、いきますか、うん、質問、はい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 、うん、はい、これね、ちびなるりちゃんは長野県の方ですね、うん、あ、ともえ学園のミュージックビデオとても素敵で泣けちゃいました。ありがとうございます。36年ぶりに稲佐山小に行かれて昔と変わらないところありましたか。私は馬車と同じ学年ですが、母校は統廃合で場所も名前もなくなってしまったのでとても羨ましく思いました、というあのミュージックビデオ。はいはい、もうね、もう弾丸でしたよ、もう本当に。あ、そうなんですか。うーん、弾丸スケジュールで行ってきて、朝、まあ、当然その小学校なんで撮影できる時間決まってるじゃないですか。あ、そうですね、授業もあるわけだし、うん、朝の登校時間ぐらいにインしまして、8時半とかで、一応その授業をやるクラスっていうのは小学校4年生のクラスと2年生のクラスだったんですけども、うん、でもそこだけ行くとこう不公平になるからっていうことで、全校生徒の教室を回ったんですよ。へえ、うん、まあまあそれはそうですね。で、今となってはだけど、あのクラスってその僕が通ってた頃よりやっぱり少ないんですよね。あ、子供減ってるんですよね。1クラスの人数も全然昔の。そう、僕が通ってた頃は5クラス1学年5クラスぐらいまであったんだけども、うん、あの今はもう1とか2クラスぐらい、うん、で1クラスになんか20何人とか30人もいないぐらいの感じします。そうだね、昔40人ぐらいいましたもん。そうだね、うん、で行ってきたんですけど、今回ね、岩名さん、あれなんですか、はい、白鳳堂さんのスタッフさんで、うん、知ってます、あの林くん、林さんです、うんうん、岩名さん、昔からご存知。昔、林はあの営業だったんですよ。え、へぇー、で、ユニクションが制作で一緒に仕事したりしてました。あ、そうなんですか。そうなんです。いや、林さんからすると岩名さんってすごい、もう超大先輩じゃないですか、そしたら、うん、そうですね、クリエ、もうクリエイティブの超大先輩、鬼先輩ですか。あ、怖かったです。いや、怖くないですよ。
今急にちょっと今鉛が入ったので嘘をついてる可能性があります今。怖いですよ。怖くないペって言ったでしょ今。全然怖くねえ。怖くねえ俺は。怖いこと何にもねえだ。怖いこと何もねえよって。福山さんの東北弁もいいですね。あ、そうけ？そうけって言わない。東北弁の役ってないですよね。東北弁は僕喋れないですよ多分。いやー、やってくれたらなんかみんな嬉しいな、東北の人たち。あ、うん、本当ですか。そうだって、いわゆる龍馬さんはあれですけど、それ以外に鉛の役ってな、鉛った役ってそっかないっすね、うん、僕あ東北の、はい、あの鉛を用いた有名ドラマとか映画って何になるんですか。アマちゃんですかね。あ、あれは嬉しかったですか。やっぱりあれみんな嬉しかったですね。やっぱり、やっぱりその日本の第二母国語関西弁みたいな ね、まあ、確かにね、関西弁が幅を利かせてるのは僕もちょっとね悔しいんですよ。あ、やっぱちょっとその辺は でもだからといって九州弁が、はい、あのそんなにメジャーになるわけねえなとも思ってるんですよ。全員がなんとかタイとかって言い始めないですもんね。いやー、そらないでしょう。ね、あの九州人でもほらアホかみたいなツッコミをこうね、なんぼ言おうとやそれメジャーになりづらいでしょう。おい、何しようとや暮らすぞみたいなWhat did you say? やっぱもう今となってはもうね関西弁、うん、そうなんだよね、はいはいはい、まあ確かにね、はいはい、あ、まあそのミュージックビデオ、はい、とても良かったっていう、はいはい、そうミュージックビデオ、ミュージックビデオなんかあれします、なんかもうちょっと語りますね。あれでもドキュメンタリーみたいなね撮り方をされてて、そうですね、うんうん、あのね、あの可愛く可愛いの載せてくれって言ったからです、あのスノーです過剰に可愛くする必要はないんだよそれはそれでなんか頑張りすぎてる感がありますからこれね、そう過剰に可愛くする、はいはい、もう普通のやつ乗っけてよ、はい、そこは、はいはいはい、もともとはその僕がね、はい、あの今回ミュージックビデオを母校で撮りたいと思ったのはやっぱりその徹子さんからオファーをいただいて、徹子さんの、トットちゃん、窓際のトットちゃんという、日本一メジャーな本を元にしたドラマの主題歌なわけですよ。で、そうなった時に最初あ絵本みたいなミュージックビデオかなっていうふうにパッと思いついたんだけど、いやいやでも絵本トットちゃん、徹子さんでそれがドラマになって絵本っていうのはあまりにもその作ってる人間の肉体性がないなと思ったんですよ。その生々しさみたいなものから最も遠くなっちゃうなと思って、それだとこの歌を作詞作曲福山、作詞作曲、歌ってる福山の歌として、着地しないなと思ってたんですよ。これはやっぱり徹子さん、日本の自由の、日本の女性の自由の象徴である徹子さん、日本の女性の、自由に生きていいんだ、昭和の中でこんな風に自由に生きられるんですよということを図らずともメッセージしてらっしゃることになっている徹子さんの歌を、僕自身がソングライティングした時にやっぱ僕の何か生々しさみたいなものがその表現の中に入り込まないと、作者不明の歌になっちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。でこれ母校で撮った方がいいんじゃないっていうことを思って、うん、で母校で撮りたいんだけどっていうことを一個 あのアイデアとして出したら、そしたらそのクリエイティブディレクターの林さんが、あ、だったら一日先生というのはどうでしょうかっていうのを出してきてくれたんです、うん、あ、それは確かにいいですねと思ったけど若干気が重いなと思ったんです、うん、でさらにそのオファーを稲佐小学校にしたところ、僕の母校の長崎の稲佐小学校にしたところ快諾してくださって、学校側から
だったら夢の話をしてくださいって言われたんですよ。ますます気が重いなと思って2個いきましたね。だって夢の話って、夢の話をしていいのはもう僕いろんなとこでも言ってるけども、基本的に夢の話していいのはイチロー選手でしょ、うん、あと大谷翔平選手とか、そういう浅田真央さんとか、まあ、スポーツ、はい、なんかさ、僕らが夢の話するのってちょっと違うなと思ったんですよ。いやもちろん僕だって夢を見て夢を思い描いて東京に来て、はい、なりたいものとはだいぶ違うけれども、うん、一応そういった仕事をしてはいるものの、うん、いやーこれ夢の話ってちょっと難しいなと思って、かつ小学生なんでもう記憶に残るじゃないですか、全然、はい、バリバリ忘れないわけでしょ、はい、つきまくってますから、ね、下手打てないじゃないですかこれ下手なこと言えないでしょ、うん、だからすごく緊張しましたよ、うん、あそう緊張していたっていうね、なんかその緊張しますよ柳井さん、はい、緊張 しますよね。だって柳井さん、うん、母校で夢の話してくれって言われたら 何話すんですか。え、そういう依頼ないですか、講演やってくださ い, いありますけど、僕も確かに夢の話は、はい、でも福山さんが自分たちの前に、まあ、来ただけでもすごいのね、稲須小学校、緊張してくれてたら、うん、もうそれだけでメッセージですよね。それ受け取ってくれますかね。受け取りますよ僕らより大人でしょ小学生って絶対。そういろんなこと感じたと思う。だから子供たちのね、小学校子供たちって言い方失礼だな、あの小学校4年生がお金持ちになりたいっていう人がいたんですよ、うん、でお金持ちになりたい、それなんでお金持ちになりたいのって言ったら、お金持ちになったら自分の買いたいものも買えるし困ってる人も助けられるって言ったんですよ、うん、すごい、あすごくない、うん、だって俺は自分が子供の頃人のことなんかどうでもよかったもんまずは自分の生活を、同じです、大体みんな同じです、ね、新聞配達して苦しかったもんだって う,、ね、うちは金がない、金がないって言われて、新聞配達しても朝も寒いしさ、辛いしさ、もういつかとにかく純白のメルセデス、プール付きのマンションをね、ですよ、はいはい、だからもう、だからそういうあの美女を両側に抱きかかえたい気持ちはあるけども、困ってる人までお金をあげようって気持ち全くなかったわけでしょこれ ね, あのね、抱きかかえてる美女にお金あげるイメージはあったけども困ってる人にお金あげるイメージなかったな。美味しいもんでも食べて言わない、それを今の小学4年生言いなさしょ、すごいのよ。だからそういうしっかりした生徒たちに俺が話す夢ってこれあるかと思って、そこでいやだからそこで僕は思ったわけですよ。ただね、僕が思ったのは、僕も経験上どうやったらなりたいものになれるか夢が叶うかっていうのは知ってる、どうやったら自分の夢が叶うのかっていうのは知ってる。それは前から言ってる流れ星理論ですよ。ああなるほどね、はいはい。これ柳井さん、僕あの初めてでしたっけ、柳井さんに流れ星理論。僕は初めて聞きます、はい、流れ星理論というのはですね、うん、流れ星を見つけた時に3回願い事を唱えると叶うという説があるじゃないですか、はい、であれは本当なんだよっていうことを、より確かな説なんだよということを裏付ける説明なんですけども、なぜ願い事が叶うのか、それは流れ星が流れるほんのわずかな一瞬にすら自分がその叶えたいと思っている願いを瞬時に言える、うん、ということは、これすなわち1年365日24時間常にそのことを考えているということの証明であると、うんうんうん、で常にそのことを考え続けてるっていうことは、まあ、過剰にそのことが好きなわけですよね、うん、それが例えば音楽、映画、絵画、会社作り、何でもいいんですけども、お金儲け、女たらし、何でもいいんです、うん、過剰にそのことが好きで、過剰に異常にそのことが好きな人は流れ星パッと見た時にも金金金ってやっぱ言えるわけですよ、金儲けが好きな人は。
でそのことを常に1年365日24時間考えてると、全てのことがその自分が欲してるものに有機的につながってくるから、だからその人にとって思い描いてることや過剰に好きすぎる、異常に好きすぎることは叶いますよっていうのが僕の流れ星理論なんですよ。これあの柳さん、僕の理論いかがでしょうか。素晴らしいと思いますあとは やっぱりその尺っていうかね、できるだけ短い言葉で自分の中に持ってるってこと大事ですね。3回言えたら、ね、今金金金もそうですけど、カブカブカブもそうです、ね、カブ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 言えますね。金金金カブカブカブ。アイアイアイ。そうそう、アイアイアイ。スケスケスケですよね。女と書いてスケ。女女女女と間に合わないからね。女女女とちょっと間に合わないよね。スケスケスケって言って。今時スケって誰も言わない。あのまずスケバンって言葉自体も今なくなって。スケバンないよ。ないですね。スケコマシのね。ないですね。言葉スケコマシ言わないもんね。はいはい。何今の話さ、面白かった、ありがとう。白いスケとか言わないですからね。まぶいスケ、まぶいスケ連れてやがると言わないですからね。しぶらじ地底人ラジオがあと何分ぐらい。もうね、さっき10分切りましたよ、ね、終わっちゃうんですけども、地底人ラジオは11時半までやっていないんですよね。あ、まあ、曲かけようかなと思ったんだけど、うん、曲かけてる時間ないか。じゃあそうです、ね、あと9分、あと9分。そうだ、トットちゃんといえばですね、はい、あの渋谷のラジオの学校木曜日劇団プレステージの今井隆文さんが今ツイートしまして、うん、学長6日にトットちゃん出ますと今。あ、そうなの。はい、ドラマに登場するそうです。そうなんだ。はい、今井龍文でしょ。龍文です、龍文です。はい、この間のあ、龍文になったのか。渋谷のラジオで結婚会見もやりました。名前龍文になったんですか。隆文改め龍文でしょ。今井龍文です。劇団プレステージの人次から次に改名させてますよ、ね、もうゴッドファーザーですよ、名前をどんどん付け替えていく。いやだってさ、はい、俺もう前から言ってるけど、はい、柳井道彦っていう名前って覚えるじゃん。はい、確かに、はい、柳井さんの柳井さんの矢って俺書けないけど、あ、覚えるじゃない。はいはいはい、道彦だよ。はいはいはい、道彦って聞いたことないでしょ。本名ですもんね。いや、本名ですよ。別にこのクリエイターとしての名前じゃないわけですもんね、うん、そうです、ね、もうちょっとあのつけるならもっと読みやすいのつけたがいいですね。これはだって持って生まれた、うん、もう定めですよ。 人に名前を知られる、うん、何らかの職業をする、うん、あの名前なんですよそれは多分、うん、柳井道彦。でもね、福山雅治を、はい、曽口さん、あの、はいはい、ネットの姓名判断に入れたことあります、はい、ないですよ。なんでや、どのサイトに入れてもものすごい高得点の。本当ですか。本当に柳井さん何やってんですか本当に。いや、ちょっと入れてみたんです。入れてみたんですか。いや、名前がいい人は、はいはい、あのその姓名判断もいいのかなって思ったんですよね。はい、うん、ただものすごいんですよ。逆に姓名判断サイトが気を使ってるんじゃないかと。全サイトが何人かちゃんと高得点出るようにしといてねみたいな感じ。あとほら、はいはい、孫正義とか、やっぱなんか頂点を極めそうな名前ですもんね。まあ、このね、地底人ラジオ あの名前だけだけど、はい、名前だけだけどしょっちゅう出る、ほぼあの名前だけレギュラーの孫正義さん。孫正義さん、うん、サウジアラムコとね。サウジアラムコと孫正義さんは必ず地底人ラジオで出るんだけども、なんか名前が強そうですもんね、完全に。やっぱりね、その、はい、武者の工事実篤とかもそうだけど、武者の工事実篤は、まあ、やっぱ歴史に残る。あれ本名なの、武者の工事。武者の工事実篤は本名かな。あ、どうなんでしょうか。伊達政宗っていうの、まあ、伊達政宗、はい、まあ、そんなこと言い始めたらもう織田信長でもなんかあれですけど、はいはい、織田、まあそうね、織田信長、徳川家康、徳川家康、橋場秀、うん、まあでもいいんじゃない。そうですよね、うん、やっぱりその残る、はい、一回聞いて覚えますね。ね、龍文いいですね。龍文、あ、いいですか。そうだから龍文って言いましたよね昔ね。龍文、あ、いましたよね。だから僕ね、今井隆文よりも今井、はい、今井もやめて龍文、はい、だけがいいと思う。孫文みたいじゃない。いやいや、義士革命ね。一発で覚えますね。ね、覚えるって。龍文です。それもあって、はいはい、
ヒデの名前、ね、あもうね次から次に名前を名字を取ってシュウコウにシュウコウはホームページになってますから、ね、なってんだ、はい、そうシュウコウはホームページになりました。もうホームページもシュウコウになったんですか、はい、なりました。もうどんどん名字を取ってね、坂本龍馬さんだって龍馬、いやこれもやっぱ ね龍馬歴史に名を残す名前ですよ、うん、氷室京介さんだって。いやいや氷室さんは本名じゃない。まあ本名じゃないらしい、いや本名かもしれない、本名かもしれない、わかんない、わかんない、うん、はいはいはい、氷室京介さんね。タモリ、いやまあまあそれはどこ森田ですよね、それどう考えても森田の逆、はい、あと何分、残りあと5分、なんかメールとか、うん、ツイッターとかいきますか、はい、で質問メールいきましょうかね、せっかくなので学校流れで今日話してますが、はい、神奈川県平塚の、これお名前がないあやちゃんかな、はい、好きな給食のメニューって何だったんですか。私はソフト麺が大好きでしたと。今みたいにあの洒落た感じの給食じゃないわけですから。残り5分で給食、そうか今並さんのあれがチョイスが問われる感じの。いや俺ね本当に今並さんってもう何年も一緒に仕事してるけど本当にセンス悪いなって思うんですよ。そんなことない一生懸命考えてるんですけど ね、うん、まあね、まあね、でもその一生懸命さは伝わるんで、はいはいはい、あの一緒に仕事やってますけども、皿うどん、皿うどん、長崎は皿うどんあったんですよ。皿うどんでもしかももう麺が、はい、あのしなしなにあのくたくたになってるんですよ。へえ、はい、それは好きでしたね。じゃあおい今から考えたらそんな美味しかったかなと思うけど当時は、あでもね美味しく美味しいことは美味しかったですよ。あそうですか、うん、味は美味しかったです。次の世代ギャップなのかな。ソフト麺って何あ、ね、っていうのもそれはミルメイクも何でも分かんないわけですよ、うんうんうんね、今野さんソフト麺もいいけど次、はい、いいんじゃないかなって、はい、ね、はいはい、ああまたねちちここさんですけども、あちちここさんばっかり読んじゃダメよ、ちょっと新しいの読んで、ね、新しいのいくか、はい、新しいのちちここさんばっかり読んじゃダメよ、ね、違うのよ。じゃあねどうします、こうね、読んじゃったので、うんうん、読んじゃったってさ準備が少ないんじゃないの。もうちょっとこう多めに用意、最後に勝つ人は準備がしっかりできてる人なのよ。はい、はい、これ来た来た来た、上の1位は、ゆきみんとさんね、うん、あ学長いつもこのスマホで写真を撮るときに、うん、連写で撮ってるようですがなんでなんですかって。それはだって連写で撮らないとあのいいテイクいっぱい撮らないといいテイクって出てこないから。テスコの部屋でもね、うん、連写で撮っていたっていう。ああこれちょっと柳井さんこれね、はいはい、皆さん知らないのかな、あの広告でも、うん、はい、ジャケットでも何でもそうだけど、はい、それはそれはむちゃくちゃ撮った中から一番いいやつを選んでるんだっていうことをご存知ないかしら。でなんかすごい撮ってますね。すごいってどれぐらいでございますか。そのすごい福山さんはすごい打率高いんで、あ柳井さんは撮らない方ですよ、です現場で、はいはいはい、柳井さんの現場は撮ってる人ってもうとんでもなく撮ってますよね。凄まじく撮るよ、何百枚、いやそれこそ動画かっていうぐらい写真でブルルルルって電車でバーって撮ってる。ちょっとした顔の角度の違いとか、あライティングとかでもね、口元の力の入れ方の違いとか、ね、じゃあ本当もう一連でもういっぺんに何百枚も撮って、そうよ、はああと何分、いや声出していいから、もうアマチュアがやってるラジオなんだから、ね、そんなえ1分前だもう言って30秒と15秒前と、はい、またいきなり5秒、聞いたら5秒前っていうので今え何秒前言ってこれ確認するときに10秒以上かかるカウントしてもらっていいんですか、ね、カウントしてもらっていい、50秒前、じゃああと30秒と15秒と10秒前で言って、はいはい、あで何、はいはい、あと今並さん、はい、連写以外に何かありますか。あじゃあこれはどうでしょう、これですね、これ上、はい、上、しほりちゃんは、あ学長は朝起きるのは得意ですかっていうのが来ました、うん、はい、まあ別にあの増えてではないです。あそうですか、起きられますよ別に、もうものすごいもう20秒前、まあ時間ないやもう喋って時間ない、いやあの前の日から前の早い段階で寝るようにしますから、寝れるんですね、うん、はい、じゃあもう終わりますね、終わるね、とりあえず安倍間さんは、これから毎週終わりますよ、これから毎週よろしくお願いします、渋谷まで続きますよ、はい、渋谷ラジオは続きます、インスタライブまでやってます、じゃあね安倍間さん、またね、バイバイクー。
でインスタライブはあとどれぐらい続けられるの、はい、あと10分ぐらいだけ。あと10分ぐらいです。インスタライブも時間が決まってるんですね。一応1時間らしいよ。あ、延々とはできないんだ、うん、あでここからはインスタライブが残り10分とあと地底人ラジオはあと30分ぐらい。30分、はいはい、すごいな、はい、であと何だ。とりあえずアベマ。あでもあほら今さその今ちょっと話中途半端になっちゃったけど、はいはい、その広告、はいはい、広告の世界のこと柳井さんに聞こうよ。いやんだから私はほら全くわからない世界なのでそんなもう広告のだってプロ中のプロだよ。そうですね。殺し屋でいうとゴルゴ13ぐらいの広告業界のゴルゴ、ね、もう必ず当てるっていうチーンってこう何でも曽口さん何かありますか。なんかほら、うん、知らないことあるでしょ曽口さんの。逆にあまりにも何も知らなすぎて広告まずね、はい、お昼ご飯とかめっちゃいいんですよ。あやっぱり僕あのドラマの演出1回やったんだけど、はい、菅野美穂さんに何かアドバイスくださいって言ったら、はい、あのお弁当が広告と全然違うんだけど頑張ってくださいって言われました。いやだってあのテレビとかの業界とかって、まあ、ラジオもそうですけど、うん、あのどんどん予算が減らされてるからそのお弁当とかの質もどんどんこう、うん、悪くなってるけど広告は違う。広告はあの比べればまだいいですね。お弁当がいいってどういうお弁当。ちょっと今度現場に来たらいいじゃん。あ、いいじゃないですか。いや、うん、関係ない人来ても大丈夫なんですか。関係あるようにしましょうよ。ねえ、はい、いや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 、だから渋谷のラジオの収録ですよって、うん、地底人ラジオの収録ですよっていうふうにすればいいじゃん。そう。なんか差し入れとかもすごいんですか。なんかケータリングみたいな。そう、うん、そうですね。あ、いやだからさ、いやまさに柳井さん今ねおっしゃったように、うん、あの楽屋に置いてあるさまざまな、お菓子とかあとその準備。でもそれは私広告ではなかったですけどこの間のスーパードライの東京ドームのライブイベント、うん、私初めてですよ。ただ司会やっただけなのにでかい花束をもらったっていう。いやでもそういう出演者の方もらうの分かりますけど、うん、なんで司会まで花束もらってんですかと思って。何言ってんの。あのスーパードライのイベントは総口さんなくして成立しないんだ。怖いですけどなんかやっぱり普段のイベントとは全然違うなと思って、そういう感じが、うん、だから花もそうだし、はい、楽屋に置いてある飲み物も食べ物も、すごかった、あのお菓子とかも全部、うん、はい、もうものすごく贅を尽くしてくださるから、はあ、俺ね、はい、皆さんこれどうなのかな、はい、俺全部持って帰るようにしてるんですよ。いや分かります分かります。いやそれで、はい、事務所のデスクさんとか、はい、うん、あとライブの現場のスタッフとか、はい、リハーサルのスタッフとかドラマの現場とかに全部差し売りするようにしてんの、はい、うん、あだってもったいないじゃないですか、うん、もちろん余ったら余ったで残ったら残ったあれどう残った場合どうするんですか。あれお菓子とかは使い回してると思います、ま、次の現場に。ああそうなんですか、ただ生のものはやっぱり余っちゃうんじゃないですか ね、うん、福山さんに差し入れてもらった卵焼きがめちゃくちゃ美味しくて、卵焼きが美味しかったの覚えてるぐらいですもん。お弁当の卵焼きが、卵焼きが美味しいんですよ。美味しかった。福山さんがもう差し入れるわけですか。じゃあそういう時って。いやいや、うちはないですね。ないな。あ持ってきたやつね。あの CM のところで現場で終わって、そう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 、僕らスタッフとかに持ってきてくれて食べたんですよ。そういうものはもう一個一個美味しい、うん、はもうなんかね、僕あのテレビとかラジオの最近弁当とかの質が落ちていくのを如実に感じる時があるんで、ね、おかしい、もう CM の仕事させてもらった時やっぱ夢の世界でしょ。はあ、こんなに違うかと思って。あと知りたい CM の世界ないの。 CM の世界だってクライアントの方が後ろでじっと見てるわけですもんね、うん、そうですね。そういうもんなんですか、うん、そういうもんなんですか、そういうもんなんですか、うんうん、これなかなか OK が出ない時もやっぱあるわけですか。具体的な名前を出さなくても。いや、うん、なかなか、まあ、僕は最近ないですけど、でもそういう現場もあると思います。柳井さん、でもこれ結構大変だな、きついなという現場もあったりとかもするんですか。うん、ありますね。はあ、でもなんかこうこっちはこうテンポよくリズムに乗って撮っていきたいのに、はい、ちょっと確認させてくださいみたいな感じでね、こうプレイバックって言ってビデオを何度も何度も巻き戻してこうチェックが入ることも通常の広告だとありますね。うーん、福山さんのはないですよ。お
もう福山さんがそこにいるだけで、はい、そこにいるだけで、いやいやちょっと嫌なんですよ、みんな嬉しいのも幸せなんだもん、はい、そこにいるだけで、例えばマッシャーがいるだけで心が強くなれること、あそうですよね、電話ももう終わりって出てるから電話しようよ、あ電話ね、はい、もう一個今もいっぱいありますよ、じゃあ今度は電話しようよ、しましょう、はい、はい、まあタイトルコールはちょっと難しいかもしれないんだけど、ね、インスタライブとあと何分、残りあと10秒なんです、そこにカウントが出るようになります、残り10秒で急に来るんだ、そしたらさインスタライブで電話やるとちょっと複雑なんで、そうですよね、音が終わってから、インスタライブ終わってから、インスタライブ終わってから電話するわ、はい、ごめんね、じゃああと5分ぐらいなんか別トークするとして、なんか今更なんか聞きたいことないの、そのほら CM のこともそうだし、あと、まあ、ドラマとか映画とかさ、いやだから柳井さんが今この人これから絶対に来年あたり来るみたいな方ってなって聞いてみたい聞いてみたい、それ面白いね、ええ、いるんだ、確かにこの人さすが今この子をキャスティングしたんだっていう、そのキャスティングの妙っていうのはクリエイティブディレクターとしてはあの業界から見られるとこじゃないんですか、そこは。確かにそれはありますね、はい、あの今年はもう僕やってないんですけど、はい、これまで福山さんと最初にやって、それから続いてた、ゼクシーの仕事はやっぱりオーディションでゼクシー CM があるっていうのが決めるので、あの佐久間さんは柳井さんじゃないんですか、佐久間さん違うんです、あそうなんですか、佐久間さん負けちゃったんです、僕すいません、へえ、吉岡里帆さんまでですけど、荒木優子さんだったり、松井さんだったり、 あと広瀬すずちゃんもじゃないですか、だからすごくあのオーディションはその後のことにつながっていくから、うん、結構緊張しますね、ああ、うん、選ぶ側も緊張する、うん、柳井さんの中で、うん、あのまあ今ね名前が挙がった女子たちはその時にゼクシーに柳井さんがキャスティングした時のそのあり方っていうのは、うん、ネクストブレイクっていうそのブレイク前夜みたいな感じだったと思うんですけれども、うん、はい、柳井さんのそのアンテナ、はい、ネクストブレイクを、リアルタイムで感じるアンテナっていうのは、いきなり終了した、10秒前じゃなく、うん、ごめんごめん、まあいいや、すいません、インスタライブ終わりました、はい、ネクストブレイク感というのは、うん、僕はねあのグラビアソムリエとしては、そうですよね、グラビアネクストブレイク感は、ヤフーとかでも白石麻衣さんのサイン、うん、うん、いや今日はね、はい、あのマイアンがね、あの、ま、マイアンね、ファンからもマイアンって言われて、はいはい、乃木坂のマイアンが僕に写真集を、褒められて嬉しかったっていうニュースがネットニュースで載ってて、ましたよ、むしろマイアンありがとうって思ってんだけども、その柳井さんのその感覚っていうのってどうなんですか、自分でいや、うん、俺イケてるな、分かってんな俺のこのネクストブレイクを見極める感覚ってのってご自身でないですね、あそうですか、うん、絶対って思って外れることもあるし、まあ、この人は違うなって思った人がその後売れることもありますか、だから結局自分の好みって言うとあれですけど、自分の描いてるそのブレイク感にはまるところだけですね、全然違うブレイクの仕方とかたくさんあると思います、百発百中みたいな感じではないですね、じゃあではないですね、だからさっき選ぶとき緊張するって言ったのも、誰かを見逃してしまったらどうしようっていうのはありますね、でも大体みんななんかこう妙にキラキラしててでも一瞬暗くてみたいな、うん、そういう人は大体ブレイクしますね、暗さってやっぱり大事ですか、大事ですね、やっぱりこうみんなが心配したり笑ってほしいって願ったりするわけじゃないですか、うん、その暗さに対して、うん、そこで関係が生まれるんですよね、明るいだけだと、あ、うん、あまあ放っておいても大丈夫、放っておいても笑ってくれるから、なるほど、
是枝監督もね、やっぱその影がある女の人が好きだって言ってましたね、うん、そのキャスティングするときに。あ、それはそういうことなんですよね、その関係性が生まれるからっていうことなんですね。そうだと思います。あのミュージシャンやタレントさんでも時々不機嫌そうな人いるじゃないですか。はいはいはい、うん、あれもやっぱりこう心奪われちゃうっていうかね、見てる側が笑ってほしいって思うし、機嫌がいいと嬉しいって思うから、ずるいなと思いますけどね、そういう。いやいや、そんなんだって僕らだって柳井さんに思ってますよ。柳井さん見てて多分9割方不機嫌そうだなと思ってる。なんか柳井さんいつも不機嫌そうだな。そうですかね、言われるんですよね。言われるでしょ、うん、いや僕は柳井さんとあんまり不機嫌なとこ見たことがない。そこそこだんだん付き合いも長くなってきたんで、あ、これは柳井さんの中で最大に笑ってる顔だなっていうのは、なんか、いやいや、もう福山さんの前で不機嫌だったことはないですよ。いやいやいや、あると思いますけど。一度もないですよ。え、でもそれもそういう現場だとやっぱりピリピリしてたりとかこう。してないです。あ、してないですか。してないです。あ、ピリピリしてないんですか。じゃあ基本穏やかな気持ちの方が、不機嫌に見える顔なんですよ、これ。三白眼だったり。いやいやいや、本当に。でも周りはそう思ってるかもしれないなとは思う。いや、それやっぱりもう怖いっていうかね、そう、大御所だからっていう。いや、全然そんなことないです。でもまあその方がいいけどね、ちょっとその不機嫌なんじゃないかなって思われてる柳井さんの方が、不機嫌じゃないです俺。いや、そこは絶対譲らないわ。そこは絶対に譲らない。お電話ね、タクシー乗られましたよね。お電話行こうか。タクシー乗られましたね、さっき。タクシー乗りました。僕その時ちょうどたまたま後ろ来てたんですよ、で、あ、乗ったと思ったけど、その時もすごい怒ってらっしゃいました。なんで、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 蹴ってた、蹴ってた。でも怒ってなかった。怒ってない。怖い。あ、柳井さんなんか怒ってるっぽい。なんか道が遠回りしたんだろうみたいな、そういう。乗る瞬間に。あ、乗る瞬間に怒ってるんですか。怒りながら乗る人あまりないですよね、これ。だから、それも怒ってるんだって。今。電話行こうか。電話行こう。気をつけよう。はい、じゃあ電話。怒りながらタクシー乗っていたっていう。はい、電話どうして電話行きますか。僕の電話じゃなくても行けるような状況に。まあ、でも LINE さっき繋いで大丈夫じゃないですか。もうだって絵はないわけだから。そう、もう大丈夫よ。そしたらこれがいいと思いますね。今の話面白かった、ちょっと。はい。あ、番号だ。はい。ね、ちょっと暗さとか不機嫌な感じ。ごめんね、インスタライブね、急に終わっちゃって。みんな大丈夫。19って出たんですか。いやー、どうだろう。どっかに出てたんじゃない。はい、電話行きますよ。起きた。行きますよ。はいはいはい。はい。大阪の方かな、これは。誰だろう、はい、どなたかな。出るかな、出るかな。で、知らない番号ですかね。どうした。もしももしもし。おところとお名前と年齢を。下の名前だけでいいですよ。大阪府の不機嫌なのかな。下の名前だけでいいよ。あれ繋がってる。どうした。もしもし、あつや。はい。なんでなんで、どうした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 、泣いてるの。何、あつや。もしもし。おー、びっくりした。あ、聞こえる、聞こえにくい。はい、聞こえる。聞こえます。あ、ちょっとじゃあ、あつやだよね。もしもし。うんうん、なんか聞こえてないのかな。かけ直すわ、なんかちょっと。なんかちょっともう一回かけ直す、一回切って、ね、うん、かけ直すわ。はい、うん、かけ直す。んん、これで。いや、あっちは聞こえる。いやいや、だからかけ直してって一回切っていいから。うん、うん、大丈夫。もう一回ほら、あの LINE つないで、ね、LINE つないで、これでダメだったら縁がなかったってことだから、あつやにもね。それかわいそうだな。うん、でもいや大丈夫、あつやはそんなにかわいそうじゃないのが。あ、そうなんですか。うん、その内容、その内容的には大丈夫。つながった。あつや、すいません、すいません、すいません。聞こえた。聞こえます、聞こえます。あ、大阪のあつやだよね。はい、うん、じゃあ、メールの内容読むね。うん、あつや。はい、大丈夫です。いい、あ、じゃあ福山さん、総口さん、覚えてないと思いますが、4年前に玉らしの自腹1万円アポなしテレフォンで冬野菜セットを当てた童貞です。あれから4年、一皮むけた男になりました。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。小原さん、小原さん、ありがとうございます。冬野菜セットをプレゼントしました。いつ初体験だったの。はい、初体験いつだったの。はい。お前さ、大丈夫、聞こえてる、大丈夫なのこれ。ちょっと声が遠く聞こえます。なんで遠いんだろう。あ、そう、結構ちゃんと喋ってるけど。あれ、ごめん、ごめん、あれ大丈夫かな。
え、これ聞こえる？あつや？あ、もしもし。大丈夫かな。じゃあもっとマイクにさ、ベタ付けにして、今なみさん。はい。あつや聞こえる？聞こえます。あ、聞こえる。じゃあこれでいいや。今ね、ごめん、あのこっちのね、回線の問題だったみたいで。あ、すいません。いや、これこっちの問題だからごめんね、うん、あつや初体験いつだったのね、一皮むけたってことは今年の8月ですね。あ、新しい夏か。相手は誰？もう彼女です。おお、付き合ってどれぐらいだったの？半年ぐらいですね、まだ。半年。どういうシチュエーションでそうなったの？一緒に夏休み東京に出かけて、うん、でそれでその夜のホテルで。へー。ちょっと笑いながら。どこに泊まったの？アパホテルです。アパで童貞を捨てたか。アパってさ、アパで、あの俳優の方が浮気してた、ね、ちゃんとね、あのポイント貯めてたっていうことですよ。まあ言えば、僕ポイント貯めずにカレーもらいました。あ、ポイント貯めなかった、カレー、アパカレーもらった、はい、いやでもさ、すごくいい話だね。で、はい、彼女何歳の、何やってる人なの？あ、同い年で同じ大学に通ってる彼女です。彼女は初めてだったの？そうじゃなかったの？初めてらしいです。お互い初めてってさ、それ大変だったんじゃない？それ、いやもうちょっとお互い初めて、うん、嬉しいのか、そんな。いや、初めて同士ってさ、大変じゃないですか。これはどうすればっていう感じの、こう、もうなんかお互いも手取り足取り、手取り足取り手取り足取りっておかしくない？いや、だって総合格闘技を見たことはあるけどやったことない人間がレフリーもいないまま試合するってことでしょ。えっとっていうね、こう、そりゃ大変だ。で、あの、うまくいったっていうか、ちゃんと成功した？いや、それがちょっともう途中で危険ですね。途中で危険しちゃった。まあそうだよ、簡単にはね。なんか一日中僕もなんかその彼女と一緒にいて元気になることが多くて、下の方が。はい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 、そうですか。別に夜部屋じゃなくても外でも元気なんですよ。そりゃそうだよ、まあ、そうですよね。夜のこと考えたらね、今日いけるぞっていう。それでもう、はいはい、もう夜はもう夜もう夜中だったんで、もう、はい、そっちがもうなんか痛くなっちゃって、もうあまりに勃起しすぎて痛くなっちゃって。あのね、あの初やね、ズバリ言ってもいい？俺たちね、うらやましい、ね、痛くなるほど勃起してみたよ。痛くなることないもん。勃起したいよ。痛いっていうぐらい。うらやましいよ、若いってな。でもう痛くなっちゃって、いわゆる本当ギンギンってやつですよね。もうそれどころじゃなくなっちゃって。痛い。すごい。今さ、嬉しそうだね。で、2回目、翌日にうまくいったって感じ？それが未だにうまくいってない。どこは向けてないじゃないか、本当に。どうなってんだそれ。一皮むけた男になりましたって敦也言ってんじゃん。いやちょっと見え張っちゃいました。そうだね、童貞だからな。いやでももう仮免許みたいなもんだから。そうです、ね、うん、もうだっていつでもいいわけだから。で、はい、なんでその後うまくいってないの？いや、なんか、うん、痛いみたいなんですよね。ああ、そうだもんね。そうね。ね、敦也さん、もう本当に差し出がましいけど、うん、はい、手伝おうか。どうやって？どうやって？どうやって？いやいや、2人の試合をレフェリーとしてファイっていうビッグジョン・マッカーシー並み、はいはい、俺がちゃんと敦也の敦也を替え添えして、はい、はい、あ、持ってこそう、敦也のあの彼女を、はい、これは本当に差し出がましいんだけど、敦也の彼女の彼女の部分をいい感じにまず俺が手でほぐしとくからそれ差し出がましいな。でもし
かり出来上がったところに、はい、敦也のその痛いほど、はい、もうギンギンになったっていうやつを敦也を、はい、あとはこれで腰をグッと動かしただけでも入るからっていうちょうど完全に作って、はい、まあいわゆるその柳井さんこれまあ本当にこういう言葉使っていいか分かんないけど、はい、いわゆるスタンドインってやつですよねうまい、いわゆるボディーダブルってやつですよね、はいはいはいまあ、あとは敦也がスッと腰を前に出すだけでスパーンと入る状態まで持っていくっていうね、俺が作ろうかどうする敦也、その冬の大感謝祭彼女と一緒に行くんで、うん、ただね俺ね本番中は無理なんだそうですよねあの年末についでに横浜でやってくださいみたいな、それはこのアパホテルでみたいなこと言われてもね、それはちょっと俺もねやっぱり俺そこはライブを優先したいんで、うん、ごめんごめんあ、じゃあ分かった秋下にやってもらおうわ私で、じゃあなんかインスタライブかなんかでやりながら聞けばいいでしょうかいやそれは大丈夫、それは大丈夫、もうライブやんなくてもいい、インスタライブやんなくてもいいから、とにかく秋下がちゃんと彼女の彼女をしっかり作り上げて、はいはい、揉みほぐしてしっかりつく、もうでこれでもう万全ですね、万全だっていうところで、はい、ところで敦也の敦也を敦也の敦也をちょっと手で持ってあげて、はいはい、ここだよっていうのを置いて、あとは敦也が腰をクッと前にいるだけでスターンってなるこれどう、いやー総口さんいるとちょっと僕泣いちゃうかもな、実況するよ実況横でいやいや分かんないよ敦也、もしむしろなんか盛り上がっちゃうかもしれないよまあ今波さんでもいいけど、うん、まあまあ分かった、でもちょっと頑張りましょう ねそこまでいけてるんだったら、ね、まずのね、まあ、ライブの時にうまく東京でうまくいくかもしれない、これ、うん、はい、彼女の受け入れ体制はもう完全にできている状態なの、そのいつも本番を迎えるときにその、うんうん、彼女の部分っていうのはしっかりもう仕上がってる状態なの、いや仕上がってると思うんですけど、あんまりじっと見たりとかしないわけですよ、そんなね、いや見なくても分かるじゃん、そうですかここはそれはどこでまだ分からないですよ、他の女性と比較できないんで、まあね、うんうんうん、そうね、いやでもいいね、うん、羨ましいですよね、これ痛いぐらい、いや青春だね素晴らしい、じゃあ引き続きちょっとトライしてみてくださいよ、いや本当に逆に今何か分からないことあったら俺たちほらおじさんに聞いてよ、ね、柳井さんもいるし柳井さんもいるし、ぜひぜひ、何か分からないことある、はい、あるんだ、はい、僕なんか、はい、その、うん、僕のその敦也の敦也は、うんうんうん、なんかでかいみたいなんですよ、人よりも、そうなんだますます羨ましいな、それ L サイズつけてるんですよL サイズなんだ、あそうなんだ、はいはい、それはなんか僕がでかいのも原因なのかなと思って、ああ痛いってね、なったよね、敦也の敦也が人のよりもでかいっていうのはどこで知ったの、その友達からもらったものを、はい、あのゴムをつけてたんですよ、はいはい、うん、そしたらもうキツキツでなんか酸欠みたいな感じになっちゃったんですよ、うっ血するかと思って、そんな大きいの、それ本当に本当に大きいんじゃない、そんな経験したことないよ、あつやの L サイズのつけたらまあ入るぐらいの、それものすごくなってんじゃない、それ、あそうか、ごめん、それに答えられる大きさの人は誰もいないかもしれない今日ごめん、はいはい、そんなキツキツはない、キツで入らないわ、あのごめん申し訳ないけど、みんな大きくて困ったことは一度もないメンツしか今日はいないからみんなうなだれてますよ、中年男性が全員なんかこんなに答えられない大人、はい、大人ってなんかみっともないなと思っちゃった、急に4人ともかっこ悪くなりました急に相談に乗れない大人たちになっちゃってごめんね、まあでもなるべくそのなんだろうね、潤いを、ああ事前にね、うん、時間をかけて焦らない、でそのまあなんだったらまあローションとか買っていっとくみたいな、ローションも買ってみた、いやまだ使ったことないです、ね、あ本当、まあそれもあってもいいんじゃないかな、はい、痛くないようにって説明してね、うんうん、なるべくその潤い潤滑油を多めにしといた方がそれはもう越したことはないので、それにわかりました、うん、じゃあまずそれを試してみよっか、うんうん、はい、やってみましょう、うん、はい、分かりました、じゃあまたその経過報告というか、はい、ね、どうなったかまたこの成人ラジオの方に送ってください、はい、うん、うん、ありがとうね、横浜で、うん、
それ達成できるように頑張れます。そうだね、うん、うん、ありがとう、今日は連絡くれて、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、じゃあ彼女にもよろしくね。ありがとうございます。はい、じゃあね、はい、年末また東京横浜に来ると、はい、もう一本ぐらいいけるかな、電話しますか、行きましょう、行きましょうか、じゃあ、うん、こんな残りあと5分ぐらいですか。ものすごくアナログな方法で今電話で会話してるよね。マイクのとこにスピーカーを近づけます。柳井さん、これ渋谷のラジオのシステムなんとかなんないですかね、これ。いや、これでも常にこういう問題が起きてるわけじゃないわけじゃない。 DSP 的には今どういう状況ですか、はいはい、どういう状況なんですか。もしかしたらジャックのこの接触があまりなくて、よりアナログな気がすごい、なんかケアレスミスだな。渋谷のラジオの電話今度引っ張ってくれてたんですけどね。あ、全然してたんですけど、まあまあまあ、でも今でも十分聞こえてるんで、もうベタ付けしてやってもらって、はい、はい、で変わっては、どんな人かっていうと、はい、あ、繋がったのかな、んもしもし、変わっては、繋がった、もうもしもし、 あ、もう繋がってる、男と下の名前と年齢をお願いします。もしもし、もしもし、男と下の名前と年齢をお願いします。岩手県の16歳のミユです、うん、ミユちゃん、16歳、ありがとうね。岩手、今日は、あ、そうか、タイトルコールをしようということで電話してくれたんだよね、ミユちゃん。緊張してね、緊張してる、緊張してる、あ、もしもし、聞こえる、あ、ちょっと聞こえにくいです、聞こえにくい、ごめん、え、なんでだろう、あ、これ遠いからじゃない、ちょっと貸して、俺がほら、遠いからだよ、スピーカーがここだ、はい、みゆちゃん、はい、聞こえる、聞こえます、聞こえた、じゃあ、アキスタントでこれやろう、あ、いいですよ、はい、今聞こえる、これ、俺の声、聞こえます、あ、よかった、よかった。みゆちゃんのじゃあメール読みますね。はい、今日初めてのバイトのお給料で、ファンクラブブロスへの会員登録をしました。ありがとうございます。大感謝祭30日ツアー宮城良治参加します。お、今夜の生放送とても楽しみです。学長からの逆転震えて待ちます。よろしくお願いします。こんな可愛いこと言ってくれてみゆちゃん、ありがとう。みゆちゃん、はい、聞こえる？ちょっと、すごい感動して、感動して、嬉しいな。初めてのバイトそのお金を使ってっていう、ついさっきまでね、大阪のちっこかでかい男の相談を聞いててね、本当ごめんね。あと何分あるの、放送時間4分、あと4分、よかった、3分ぐらいしかない。え、あの CM に行かなきゃいけない感じ、1回だけ行かなきゃいけないね。それが何分前に行かなきゃいけないの。2分ぐらい前で、じゃあもうあのタイトルコールしようかな。はい、じゃあみゆちゃん、あの今日はあのアベマラジオ、まあアベマラジオさんもね、この時間終わっちゃったんだけど、じゃあタイトルコール一緒にやってもらってもいいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ音楽お願いします。福山雅治と地底人ラジオ。あー、かわいい。みゆちゃんはその僕のことを知るきっかけは何だったんですか。2分前です。なんか幼稚園くらいの時に。へえ、そんな昔から好きでいてくれたんだ。幼稚園くらいの時に、なんかデビュー曲をずっと。わあ、ありがとうございます。ごめんなさい、なんかね CM を1本行かなきゃいけないみたいで、ちょっとまずあの CM を打たせてください。ごめんね、みゆちゃん、 CM 行きます。世界初の空気入りタイヤはジョン・ボイド・ダンロップの我が子を思う発明だった。2017年世界初の特殊吸音スポンジを発明したダンロップから、その技術を搭載した高い快適性能のルマン5誕生。実感できる快適性能をあなたに。進化の出発点に愛情がある。ダンロップ。はい、ああ、戻ってきた。あと1分だ、あと1分だって。もう1分終わりますけど、それお母さんが知ってたのかな、僕のことを。お
ファンだったみたいで。ファンだったんだね。そして今はミュウちゃんがファンでいてくれるんだね。うん、あと何秒？45秒。ごめん、じゃあミュウちゃん、もうあの終わりみたいなんで、これからもじゃあ地底人ラジオよろしくお願いしますね。はい、うん、楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあライブで待ってますね。はい、はい、じゃあね、ありがとうね、ミュウちゃん遅くにね、もう早く寝てね。かわいい、はい、じゃあごめんなさい、もう終わりなんで、来週は、また、はい、何回やります。はい、何回やります。はい、お相手は浅口と今並とやないと、あ、R とか言わないんだ。福山雅治で R。また来週まで、バイバイくー。